三条期大学生の朝活 Vlog、 一緒に頑張ろう朝活へレッツゴー。おはようございます。いきます。レッツゴー。はい、皆さん今日も一日張り切っていきましょう。三条期大学生宮内カルはですね、毎日毎日坊主にしています。なぜかっていうと、新しい自分に出会える感じがします。坊主にするとね、気合が入るんでおすすめです。はい、おはようございます。三条期大学生です。今日も朝から気持ちいい、頭をピカピカしゃ、朝活始めます。レッツゴー。僕はですね、やる気や元気っていうものはなんか元からあるもんじゃなくて、自分から作り出していくものやと考えています。大きな声出したり、自分で速攻朝動いたりするとモチベーション上がるんですよ。実際によく質問できます。どうやったらそんなに行動力やモチベ高い状態で保つことができますかって。もう外出ちゃえばいいんですよ。で、大きな声出しちゃえばそれだけで元気いっぱいになります。はい、現在時刻は5時10分、ジムに到着しました。まずはですね、背中のトレーニング。背中ってやっぱ結構フォーム大切なんで、崩さないようにしっかりと意識しながらトレーニングしていきます。早送りバージョンでガン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 と進めていきます。まだ朝5時ですよ。やばないっすか。朝活第1弾やって、朝トレやります。体がねポカポカしてくるんで、朝にトレーニングするの結構おすすめです。やっぱり継続が何事も大切なんで、あまりきつくやりすぎず、軽いトレーニングで体をポカポカさせて、血流を良くして頭をスッキリさせるっていうのが目的です。はい、移動を挟んでコワーキングスペースに到着しました。やっぱり環境っていうものとても大切だと僕は考えていて、勉強するってなったら家ではやっぱ勉強できないんですよ。塾や学校、そういうちゃんとした場所に行って勉強する。コワーキングスペースでは僕は朝活をしたり仕事をしたりするようにしていっております。はい、まずは大学の課題結構溜まってきてるんで片付けていきます。今はやっぱオンラインになって自分のやりたい時間にできるっていうのは嬉しいですね。学校側もびっくりしてると思います。朝5時40分に大学の課題やってるやつおらんやろって。大学の課題を終わって会社の資料作成が終われば全部捨てればという本を僕は最近ずっと読んでいます。一つの本を何回も読むことをおすすめします。そうすると本に入っている内容が覚えるだけじゃなくて自分の体に染み込む感じがするのでおすすめです。はい、なんとですね、びっくりしました。僕これ三条期大学生がなんかネット上に載ってました。ぜひ調べてみてください。三条期大学生で検索。おいしいお茶を飲んでゆっくりします。あ、うまし。さっき友達から連絡来て、三条期大学生とは何者っていうブログができてて、すごい面白いなって思いました。 SNS 頑張ったおかげでこうやって勝手にやっぱある程度認知度が増えてくると勝手に広げてくれるようになるんだなっていうのを再確認できました。僕はやっぱ自分の存在をたくさんの人に知ってほしいし、自分のやってることをたくさんの人に知ってほしいし、いろんな若者に夢を与えていけたらいいなと思ってるんで、そういう風に広げてくれるのめっちゃ嬉しいなって思いました。やっぱ自分でメディアとかに掲載してもらうっていうよりかは、自分の SNS を育てることでその SNS を見て宮内ひかるであったり三条期大学生に興味を持ってもらって、その人たちがまた広げてくれるっていう、この循環がめっちゃいいなって思いました。自身これまで、Yahoo! ニュースとか新聞やテレビとかたくさん出てきたんですけど、自分のことを広めようと思って、でもそれよりやっぱり今は SNS なんだなっていうのを実際にどちらも経験して思います。SNS まだ伸びきってないのにこんだけ効果あるのはすごいなって思いました。もっともっと力入れてやっていこうかなって思いました。ああ、うまし、いいね。はい、改めて SNS の力のすごさを感じた一日でした。やっと午前中が終わりかけに来ましたね。マジでないですね。朝活すると1日めっちゃ長なるんですよ。だいたい朝6時に起きると1日2時間いや2倍か2倍ぐらい感じるじゃないですか。それが3時起きするとなんとですね3倍に感じるんですよ。マジでアホみたいなこと言ってると思うでしょ。これガチなんですよね。
びっくりします。おー、早いね。はい、休み時間に自分から話しかけるだけで先生めっちゃ喜んでいろいろ教えてくれるし、自分自身も頭に残りやすいのでとてもおすすめです。もう疲れました。もう夕方18時半です。この後は友達の課題を終わらせていきます。さすがさんな、もっとでかい。はい、僕はちかめです。一緒に課題をガンガン進めていきます。むずいですよね、課題溜まりまくってたら結構量エグいんで。でやっぱ自分一人やと集中力持たないんで、朝のうちに結構進まれるのは進めたんですけども、プラスアルファでまだ残ってる分とか、まあね、課題一人やと集中力持たないっす。それは仲間とやることでどうにかできました。はい、買い物です。最近体ぷよぷよやんというコメントをよくいただくので、ダイエットもコメントくれてサラダボールも大丈夫かんちゃんも美味しいものいっぱいあるからオッケー。はい、大丈夫、頑張った。はい、美味しいチャーハンですね。ちょうどいいタイミングで作ってました。美味しいチャーハンが来て、こっちを食べちゃいました。おやすみ。おやすみ。そんなそんなことして。おやすみ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 。したことないやろ、そんな。よう、とうとう、おやすみ。おやすみ。パパ、おやすみ。カズエさん、見とってな。カズエさん、おやすみ。おやすみ。こいつ、嘘つき。今日も最高の一日でした。おやすみ。おはようございます。今日も最高の一日でした。大切な部分で、体をどれだけ暖かくするかっていうところがポイントだと思います。はい、おはようございます。今日も気合い入れていきましょう。朝活スタート。はい、毎日のルーティンをこなしていきます。エレベーターで叫ぶっていうのもルーティンになってます。もう何年前やろ。 1,2 年前からずっとエレベーターで叫んでるんで、毎朝もう元気いっぱいになってます。で、時刻まだ3時40分なんでね、エレベーター誰も使う人いません。だからもう迷惑にもなってないはずです。で、ここのマンションの警備員さんとか、管理員さんともとても仲いいので、すごく優しいです。僕が朝活始めると暖房つけてくれたり、クーラーつけてくれたりするとてもいい人たちです。周りの人にとても恵まれてるなと思いながら朝活させてもらってます。今書いてるのはですね0秒思考って言って、自分の考え、理想の姿であったり、なりたい自分っていうのを再確認するために書いてます。最近ちょっとペンだけじゃなくて鉛筆っていうものを使ったりして気分転換も図ったりしています。はい、朝トレーニングしに来ました。まあ毎日ちょっとずつでいいんで、体を動かすっていう習慣結構大切やなと僕は感じています。この朝トレもね、3年以上ずっとやってるんで、
悲しいですね。僕ご飯いっぱい食べるんで、本当やったらめちゃくちゃ太っとってもおかしくないんですけど、朝トレーニングのおかげで、ま、めちゃくちゃは太ってないかな、ちょっとぽっちゃりぐらいの体型をどうにかキープできてると思います。でもまあちょっとずつ痩せていくんで見といてください。なんかコメントでよ、トレーニングの時間短すぎやろって言われるんですけど見といてください。トレーニングの時間短すぎるやろ、そんなんじゃ筋トレの意味ないでっていうコメントよく来るんですけど、これを逆にこんだけトレーニングの時間短いのにムキムキになったらめっちゃいいアピールになるやんと思いました。僕はそんな筋トレせんでいいよみたいな、ある程度の体でいいんやったら、ちょっと細マッチョぐらいでいいんやったら、毎日5分、10分、20分、たったそれだけでいい、これをとにかく毎日するのが大切なんやっていうのを僕は体現するために見といてください。今はめっちゃ言われてますけど、これを僕はチャンスやと捉えて、ここでね、うわ言われて悲しいみたいな自分のやり方を変える必要はないと思うんですよ。だからこそトレーニング時間短すぎて草みたいな、短いのにこんだけ結果出してるっていうのを見せてやりたいなと僕は逆に燃えるタイプです。もうね、もうあたおかなんで、こういうところ僕は大好きです。はい、トレーニング終わりました。まだ外が真っ暗ですね。あ、でもちょっとだけ明るくなってるか、いい色。はい、朝ね仕事をガンガン終わらしていきます。朝ね集中力めっちゃ高いんで、やっぱ昼以降はねやる気出ないんですよね。友達とかどっかいい空間にいればできるんですけど、やっぱ昼以降できないっすよ。必要なこととか朝に仕事を全部終わらせるっていうのが僕の目標です。しゃあ、やっぱりねカフェラテあると気合入ります。カフェインの力でもう目がバギーになって、頭もバギーになって気合マックスになるんで、とっても楽しいです。このルーティンもねとっても大切にしています。はい、じゃあ準備始めていく様子をちょっとずつ見ていきましょう。あ、そういえば服装用一緒やなって言われるんですけど、僕はあの服固定化してます。もう考えるのめんどくさいんで、上の服が8着同じの持ってて、下のズボンも3、4着一緒の持ってるんで、毎朝起きたら同じ服の、違うやつ、洗濯終わったやつを着ていくっていうような流れですね。こうやって朝のうちに iPad を使って仕事ガンガン終わらしていきます。仕事内容は企業さんの SNS のコンサルであったり SNS 面をサポートしてるので、これは僕思うんすけど、SNS って唯一若者が有利なところやと思うんですよ。飲食とか技術系をしてしまうと、やっぱりそういうやっぱ体験とか歴史っていうものがあるんで、僕ら若者じゃ勝てないところあるんですけど、 SNS においては僕らの方が圧倒的に有利なんで、ここを僕は強みとして生かしていきます。それに対して、まあ、やっぱ本読んでさ分かったけどさ、努力の量と質がさ、まあ、努力の量と方向性、ベクトルがめっちゃ大切やなっていうのがあって、うん、で量自体は俺ら十分やと思う、結構いけてるから、うん、でベクトルだけ間違えんようにしようっていうので、ベクトルもう一回再確認しておいて、はい、仲間とのミーティングでは毎日の目標と今日やることであったり自分の現状の進み方っていうものを確認しています。やっぱりね、目標を毎日確認することで自分の方向性、ベクトルっていうものを確認できます。せっかく努力量は多いのにベクトル間違えてたら意味ないんで、その例えばホームラン打ちたいのにずっと素振りばっかしとったら意味ないじゃないですか。やったらホームラン打つための練習をしないといけないっていうことです。はい、名刺が届きました。開けていきます。はい、新名刺がやっと届きました。もうめっちゃ楽しみにしてたんですよ。あの江南大学で話してたコウタくんと一緒に名刺を作りました。もうあの子天才なんですよ。エグいっす、才能エグい。デザインとか僕がこんな感じでいきたいって言ったらデザイン作ってくれて、もう注文までしてくれるんで、もう最高です。はい、新しい名刺がこちらになります。で、開いて会社と、こちらに SNS、 いい感じ、あれかっこいい。よろしくお願いします。裏見て開けたら会社。やっぱ
面白くぶちかまさないといけない。いい感じ。いただきます。これがうまいな。ん、うまし。お母さんの作ったこのご飯めっちゃうまいんですよ。マジで豚玉って言うんですけど、バーリーうまいです。はい、大学に着きました、はい、今から経営学の授業を受けていきます。朝3時早すぎるんで、1限の前にもう余裕持って着いちゃうっていうことで、ちょっと早く着きすぎたので自主勉進めていきます。大学の予習とかをやっていきます。でも大学の時はバイオンさん朝やから誰も一人ないんで、席取りたい放題めっちゃいいんですよ。でキャンパスってやっぱ綺麗になってるからもう映えがエグいです。しかも今日めっちゃいい天気だったんで、なんかテンション上がりますよね。朝からいい天気やと大学来てよかったって思います。でも結構楽しいですね。ずっとコロナでオンライン授業ばっかりやったんですけど、で今回も今全国なんですけど、オンラインで全部取れたんですけど、ちょっと対面入れたいなと思って、あえて対面の授業を週に2回入れてます。テンション上がりますね、対面の授業やります。気持ちいいな。ちょっとね、手ぶれちょろっとあるんですけど、ごめんなさい、ここはと言っちゃうかもしれないんですけど、ちょっと僕持ち方悪かったですね。気をつけます。取り方もちょっとずつ改善していきたいなと思います。楽勝になるのはすごく考えなかった。だから私サーフ、大学でサーフで経営はね、学部経営仕事じゃないんですよ。この先生さっきはかっこいいんですよ。今はめっちゃいい先生です。もうなんかリアルなこと言ってくれるし、これは意味あるよ、これは意味ないよっていうのをはっきり言ってくれる先生なんで、この先生の授業大好きです。で、大学の授業でも iPad で受けたりしてるので、結構荷物が減るんでおすすめです。毎回ノートとか取ってきたりしたら結構疲れるじゃないですか。僕も 1,2 年生とかそういう風にしてたんですけど、ちょっとなんか手前やなと思ったのと、なんか大学生やし iPad やな、大学生でなんかカチカチしてる感じあって、そっちもかっこいいなと思ってそれをね買いました。もうね、タイピングとか全くできなかったんですけど、やってるうちにうまい感じになってきますね。バリー的いいね、気持ちいい。はい、大学の授業が終わりましたので友達に会いに行きたいと思います。やっと部室が取れたんで、その部室の中で待ち合わせしています。ここが僕らの部室です。結構いい感じっすよね。お疲れ様です。えげつな仕事してるかっこいい風に言う。何してますかこれ、かっこいいエアフエンジニアのスラック、渋でいい感じでかっこよくてめがねあのえ、お子さんじゃないそう初めて渋めちゃんと決めてるなもうバリカッコバリいってるやん、服もな大学生のバリ渋いな。そう、このサムネが、はい、この子がさっき名刺の時に名前が出たコウタくんです。もうね、雰囲気から頭良さそうでしょ。パソコンがめっちゃ上手なんで、パソコン上手っていうか IT 関係もう最強です。ホームページとかも作ってもらってます。もう頭いいんすよね、憧れます。こんにちは、食堂行っていいですか。食堂行っていいですか。もうコメント欄でめっちゃこれ体っぽよぽよやん悲しいわ。やってられんか。やばいやんってなるけど。いやでもマジで、うん、もうなんか、あ、そう、めっちゃ助かる。普通にやっぱ
幼馴染の子が、はいはい、作ってくれたって、はいはい、あと地元の友達、うんうん、まあ、わざわざ僕と話すためだけに来てくれてめちゃくちゃ嬉しいです。シンプルに強いな。それがいいかも、もしかしたら。あるよな、あるっぽいな。でも、うわ、かわいい。かわいい。これどこ行くんですか、南北くんのから。え、南北くんが、マジで。南北くん、何食べるんですか、南北くん。何食べる。やばい、南北くん声聞こえた。ありがとうございます。バイバイ。ついでも、俺も営業とかするから。そんな、まあ、やってる人からしたらあれなんかもな、きつさしとか、なんかいいとこない。そこで一回ちょっと座ってる感じで行こうとか。あれ、最初塗ってなかった。さっきのキャラクターですね、江南大学のマスコットキャラクター南北くんです。可愛らしいですね。But you already got first by yourself. When I call you, if you don't know the answer, I'll give you a hint. Okay. And I'll call you back later. 僕にとってちょっと英語の勉強はまだ早かったかもしれません。でもね、将来憧れるんですよね、ああやって英語ペラペラ喋れんの。まあ、かっこいいっていうだけなんですけど、もう原動力ほんまにかっこいいだけなんで、かっこいいのために毎日頑張ります。こうやってね、サラダボール、僕野菜大嫌いなんですけど、サラダボールやったら食えるんですよ。うまくて衝撃走りました。そっからハマって食いまくってます。いただきます。うん、うまっ。ちょっとラズベリー冷たすぎる。今日も最高の一日でした。ダース、今回もご視聴ありがとうございました。僕は朝活を通して人生を変えてみせますので、次回もお楽しみに。